阿波川島駅は、徳島県吉野川、市川東町川島あざかすが北にある、四国旅客鉄道徳島線の駅である。駅番号は、B11。観光列車、愛吉野川トロッコを除く、全列車が停車する。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを有する地上駅。徳島線の途中駅では、 唯一3番乗り場まであり、特急列車の待ち合わせや徳島発あたり駅止まりの列車の折り返しに利用される。当駅は徳島都市圏の西の端になる。そのため折り返し列車はパターンダイヤ化により、朝9時台から夕方17時台まで約1時間に1本が設定されており、夜21時半前に当駅止まりとなる列車に関しては、 翌朝あたり駅5時55分発の始発列車となる。木造駅舎が残るが改装されている。かつては平日午前中のみ駅員が配置されていたが、2010年10月1日に完全な無人駅となった。自動券売機が設置されている。かつては組取式トイレが駅構内にあったが、現在は板で閉鎖されて使えなくなっている。 1991年から駅舎内の改札に隣接する店舗に JR 四国子会社が運営するパンやウィリー・ウィンキー川島店が入居していたが撤退。駅舎側から以下の通り。1日平均乗車人員は下記の通り。ありがとうございます。